皆さんこんにちは、なおこです。今日は TOEFL IBT を受けてきたので、その時に自分が失敗したことと踏まえての注意点とか、当日の流れや持っていた方がいいもの、こうした方が良かったなと思ったことをシェアしていきたいと思います。チャンネル登録者数378人ぐらいになりました。ありがとうございます。なんかいつも友達とかに言われるんですけど、もともと関西弁やのに、なんか敬語喋ろうと思ったら、なんかその仕事してた時とかの癖とかで変な、なんか標準語になってしまうんですよ。だから固く聞こえるってめっちゃ言われて、なんかなるべく普通に自分が話してる感じで今日は話せたらいいなと思ってます。はい。で、TOEFL 受けてきて、私がまず失敗したことが一つあって、リーディングの時間が足りなかったんですね。それがなんで足りひんかったかというと、リーディングって4パッセージあって、各その文章ごとに10問ずつぐらい設問があるんですよ。で、そのパソコンなので、パソコンで受けるのが初めてで、ちょっと勝手がちょっとあんま分かんなくって、でそのリーディングの一つ目の文章を開いた時にポンって文章だけ出てきて、で問題はもちろんまだ見れないんですよ、次へ押さないと。でもしかしてこれって文章を読んで記憶とかメモとかしてからしか問題見れへんのかなと思って、で問題見たらもう戻れなくなっちゃうのかなっていう変な、なんかこう疑念が浮かんできてしまって、メモ取っちゃったんですよね、そのリーディングの文章に関しての内容をで一番、まあパッセージ1が一番多分簡単やったんですけど、そこにすごい時間をかけてしまって、時間が足りなかったんですね。で、まあ、結論から言うと戻れます。問題を次押してももちろん戻れるし、問題何回もこうリーディング戻れます。でその例えばナンバーワンパッセージ、パラグラフ1、段落1についての問題の場合は、横にちゃんと問題文も出てくるし、その問題にあった箇所がちゃんと横に出てくるんですね。なので全然戻れるし、その暗記とかメモとか全然取る必要なくて、 ないです。私はそれをもうちょっとこの問題見てしまうのが怖くって、シママについてやったんですけど、シママについてめっちゃメモ取っちゃったんで、もう皆さん気をつけてください。あと、まあ、リスニングはもともと私結構どんな感じなのかなって調べてたので、ただそれって問題集、やっぱこれ使ったんですけど、問題集見ても書いてないんですよ。だから問題集やってると、普通にリスニング聞きながら問題見ながら高得練習をするかと思うんですけど、実際本番はリスニングの問題はまず見ずに音声だけ聞きながらひたすらメモを取ります。でひたすらメモを取って、もう記憶も しながらもちろんメモを取って、でもう聞き終わったら次問題がバンって出てきます。なのでリスニングに関しては記憶メモをしなければいけません。その問題を見ながら聞くっていうことはできません。なのでそこはリーディングとリスニングでちょっと混乱してしまわないように気をつけてください。リスニングに関しては問題を解くときに制限時間があります。でリスニングは、講義のリスニング、レクチャーのリスニングと会話カンバセーションのリスニングの2つの、まあ、パートに大きく分けると分かれてて、講義の中にまた何問かあって、会話の中に何種類かあってっていう風に分かれてます。ここからちょっと情報が間違ってたのでアフレコします、講義と会話でセットになっていて、もしくは講義会話会話とかセットの組み合わせは違うんですけど、その組み合わせで制限時間が表示されるので、一つのリスニングに対する時間だと間違えないように気をつけてください。もう解ける問題はメモとか見返さなくても、覚えてるような問題は本当にポン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 って解いていかないと、ちょっと最後に時間が考えないといけない問題とか、メモをこう見返さないといけない問題があった場合に時間が結構足りなくて焦ったので、余裕がある問題はもう早く、いかに早くこう解くかっていうのも勝負だなと思いました。なのでリスニングもその制限時間
は一つの文章に置ける制限時間がないっていうところは注意してください。はい、じゃあ当日の流れなんですけど、まず行ったらパスポートを確認されて、あと写真撮って、でカバンの中のチェックがあって、でも席に案内される、で自分で進めていくっていう風な流れなんですけど、まずリーディング、リスニングで10分休憩があって、スピーキング、ライティングです。もう私10時から開始でめっちゃ遅く行ってしまって10分前に着いたんですよね。でその日は20人ぐらいしか受けてる人がいなくって、でもう19番目とか最後から2番目とかでした。なのでもうみんな始めてる、みんな一斉に始めないので、みんな始めてる状態でした。順番は中間ぐらいに行った方がいいと思います。なので早く行っても別にすぐ始める必要ないので、まあ、20分前とかには着いておいた方がいいんちゃうかなと思いました。でなんでその真ん中ぐらいがいいかと思ったかっていうと、自分がスピーキングしてる時にもうみんな終わってるから一人しか喋ってないみたいな感じで、すごいシーンってしてる中でめっちゃ一人で大声で答え言うので、みんなにその響き渡るんですよね、自分のスピーキングの答えが。それでなんか変に緊張してしまったりとか、ちょっと恥ずかしいなと思ったので、そういうのが気になる人はこうみんなが大多数のそのマジョリティの人が始めるようなタイミングで一緒に始めると、一斉にみんなが話し出す時に自分も話せるので、周りのその人の目、まあみんな別に試験必死に解いてる、ライティングしてる時とかなんで気にしないと思うんですけど、そういうのが嫌な人は中間ぐらいの順番で行った方がいいと、始めた方がいいと思いました。で逆に言うと、その自分が休憩とかしてる時に前のその次の問題のスピーキングの答えをちょっと聞こえてしまうっていうか、ある意味こうカンニングじゃないけど、ちょっとチーティングみたいな、ズルみたいな感じになってしまうのでなんかそれでなんか変にね、どんな問題なんやろこれっていう風に緊張してしまうので、まあ真ん中ぐらいで行く、まあ つまり早く、ちょっと早めに着く方がいいと思いました。でもう一個注意点なんですけど、耳栓はちょっとやっぱ持ってった方がいいなって思いました。なんかブログとか受けた人の YouTube もちょっと見たんですけど、耳栓持ってた方がいいですよって書いてる人もいたんですね。で私そのなんでギリギリに着いたかっていうと、結構早めに着いてコンビニに3軒寄って耳栓探したんですけどなくて、まあ、諦めて行ったんですけど、耳栓はねあった方がいいと思いました。なんでかっていうと集中できないんですよ。やっぱ周りの人のスピーキングの声が聞こえてしまったり、リスニングの時に冷房の音がすごいブワーって鳴り出して、むっちゃそれがねなんか集中できなくなっちゃって言い訳みたいなんですけど、あと、まあ、これはあんまないかもしれないんですけど、受付の方が3人ぐらいで結構雑談しはるんですよね。雑談ってまあ業務のことに関する話かもしれないんですけど、結構お話しされてるので、なんかそれがこう聞こえちゃってすごいなんか集中できなかったんですよね、ちょっとだけ。なので耳栓はもしあったら持っていった方がいいと思います。ヘッドホンとかもあるし、そう何も聞こえてない状態でもつけてたんですけど、それでもやっぱ結構周りの音って気になるので、そういうのに敏感な人は耳栓持っていった方がいいと思います。あとまあ当日の持ち物に関しては、パスポートで今はマスクと水というかまあお茶とか、休憩10分しかないんでその食べることはあんまできないんですけど、水とかあと飴とかチョコとかそういうちょっとつまめるものは持って行ってもいいかなと思いました。でも実際トイレ行ってちょっとゆっくりしたらもう10分すぐ経っちゃうので、あんまり食べ物とかは一応おにぎりとか買って行ったんですけど、そんなに食べる時間はないかなと思いました。で、もう一個紙とか鉛筆は私休憩時間にちょっと足りなくなったので、もらいに行ったら今自分が書いてるものと交換はできるって言われたので交換しました。なので紙鉛筆足りなくなったら言ったらもらえます。でちゃんとでも返す時に、ま、3枚その会場では3枚ちゃんとあるか、なので1枚とか持って帰ってないかっていうのを見られるので、ちゃんと借りた枚数を返す必要があります。
あとスピーキングの問題は今回はちなみにインディペンデントパートでは英語の文章も覚えてないけどちゃんとは、もし友達とかと出かけるってなった時に行く場所とか何をしたいかっていうのを自分で決めたいですか、それともその他の人に決めてほしいですかっていう問題でした。私は、どっちでもよかったんですけど、理由がいっぱいその短時間で思いついた方が他の人に決めてもらうっていう方だったので、他の人に決めてもらうにして、その方が新しいお店とか新しい今まで自分が知らなかったものとか自分では選ばないようなものに出会えるって言ったのと、あとただ単にその他の人に決めてもらう方が楽やからそうしましたっていう、なんかあんま現実とはちょっと違うような気もしますけど答えました。はい、ということで TOEFL IBT はちょっと初めて受けてみたんですけど、私みたいなミスをする人が増えないようにちょっとシェアしときました。こういうテキストにはですねあんまり書かれていないので、そういった注意点っていうのは受けた人しかわからないことだなと思って、ちょっと3日前とかに受けたんですけど早速動画にしました。少しでも参考になれば嬉しいです。じゃあ今からまたTOEFL受ける方は頑張ってください。